こんにちは。なんか、この間の動画と全く景色が変わってないと思うんですけど、感じもね。はい、その通りです。日本通りです。はい。ってことで、次に、つながるというか、品物がありまして、まあ、この間このね、スマホホルダーをつけたんですけど、今回こちらですね。だから何やねんって言うんだけど、本当言われそうなんだけど、まあこんな感じで、まあちょっとね、梱包取っちゃったんですけど、入ってきまして、この、これ、わかります？なんかこれでもピンとくる方、わかると思うんですけど、これが、まあ、こういうシガーのやつがついてるってことは、電源ですよね。そのままやんって。話なんですけど、でこれどこにつけるかっていうと、ここにつけるんですね。でこれ今ちょっと外していくんですけど、これこの間車検の時にね、この黄色く塗ったんですよ。分かりやすく。 こういうやつがまああれば、まあ、車検通れましたけどね、これで。 すげえなと思ったけど、逆に。 でこれで、外していきます。今までのやつをね。でこういうふうにね、ちゃんと、なんていうの、ストッパーみたいなのついてるんですかね、こう、ぐっと止められるやつがね。だから、ものとしてはね、すごくこれね、いいんですけどね、まあ、このソケットがついてたりとか、あと、USB が2つついてたりとか、これいくつだったかな？ 3.0 アンペアの 2USB で、24ボルトも使えるんですよ、これ。ラフトラックでもいけるやつだったんですけどね、そこそこいいやつだなと思ったんだけど、ちょっと残念ね。僕としてはちょっと残念でした。ってことで、それをちょっとやめまして、骨も取って、ちょっと価格変えた方がいいかな。こんなもんで見えるかな。それぐらいで見えますかね。まあちょっと水平は、まあ別としまして。で、一応、何もつけてない状態だと、こんな感じだと思うんですけど、これが、目くらぶたが、これ、もう僕ぶった切っちゃってるんですけど、これがね、こう、ついてたと思うんですよ。こんな感じでね。で、これでここに、こう、ペロンってこういう、やつ、こういうのがついてたもんだと思うんですけど、で、これ、取り付ける際、こちら取り付ける際は、まずこちらのやつを外して、で、これを、この、中にこう、こうなってるやつがあって、これを差し込みの、すみません、ちょっと余計なのが出て、で、この線を、まあ、しまいつつかな。しまいつつ、で、こっちの、こうなってるやつも、こっち側に折り込んで、ここの隙間、この中に入れちゃう感じ。で、差し込むらしいです。そうすると、ジャストフィット。どうすか、これ。なかなかね、いい感じ。色はちょっとこの色より薄いかな。ちょっとグレーっぽい感じですね。まあ、それはまあいいかなって感じなんだけどね。ついてるものが、目くらぶたはちょっと使うんでね。取っといて。普通の、まあ、こういうシガーのソケットが2つついてて、USB の A タイプか、A タイプが2つついてて、こっちに C がついてます。まあ、C2C もできるっていう感じになるのかな。光の値ぐらい見えます？これぐらいだったら見えるかな。こんな感じになってるんですね。で、これを入れて、まあ、つけて、両面テープがあるんで、この両面テープここに貼り付けて、まあ、取れなくさせるような感じのようです。貼る前にやっぱり脱脂した方がいい。こっちも少し取っといて、掃除も兼ねて、両面テープがつく分しっかり拭いてあげないとつき
が悪くなっちゃうんで、夏場近づくにつれてもなんかこういう作業をするのは本当にやりたくなくなるようなやつ。寒い時は寒いで寒いとか言ってるけど、暑い時はねそれどころじゃないですね。扇風機かけながらやんなきゃいけなくなっちゃう本当に。でこれ貼りました。で剥がします。でつけます。で押します。最後きっちり押す。あ、もうぴったりだ。本当ぴったりぴったりですね。で最後にこのゆっくり引かないと途中でベリッて切れちゃう場合もあるんで、で押さえつけると取れちゃうと。え、一番前じゃなかったのかな。取れるやん。まあ、ちょっとね、あの剥がれてくるようだったらなんかちょっと新しく両面テープ貼り付けるような感じします、うん、僕が付け方間違ってるのかもしれないし。あ、まだこれね、さっきも言った通り2本撮りなんでこの辺 あの配線の処理してません、まあ、これつけるっていうテーマあったんでそれつけてからのがいいなと思って、まあつけます。あ、これね、最初にですね言い忘れました。つくかどうか確認して、つかないよ。つかないじゃん。ね、こういうことになるでしょだからつける前に、つけるとね LED の青がつくって言ってたんだよ。あ、ついた。あの、あ、ついた。あのこっちにねランプがあるんですよね。見えるかな僕の顔邪魔でしたすいません。見えるかな。見えるね。ここに緑色のねランプがついてるんですよ。緑色のこれランプなんですけど、これがつくんですよ。こうやって、あ、でもちょっとね、ここのソケットがあんま良くないのかもしれない。僕のやつ緑色がのランプがついて、こっちに、まあ、分かりにくいかもしれないですけど、この LED の青のランプがつくんですよ。これがついたなと思ったら取り付ける感じにした方がいいです今更言うなって感じで、つけてから、まあね、反面教師だと思ってもらえば一番あのいい話なんでそんな感じでつきましたと。でこれつけますと、まあ一応、まあ、あのタブレットの方がねついて、あの電源入るようになって、モニターもね、あ、スイッチ入った、入った。モニターがそっちにあるんですけど、これね消えました。まあこれ今つきましたと。まあそういうやつが今この下の方にこっから出てついてるので、こっから直でこっち持ってきて、でこれがここでついて、なんか充電できねえなと思ってこっちつけてあったんですよね。こっちつかないんですよ、充電がね。あ、じゃあこれダメなのかなと思ってもう一個つけて付け替えて、でつかないんですよ。で、
あ、じゃあ試しにこっちぶっ刺してこっちつけたらつくんですよね、こっちがね。だからアンペアがもしかしたらこれ弱いのかな、1アンペアぐらいしか出てないのかな。これね3アンペアあるんですよ、こっちのスマホの、スマホじゃねえ、スマホホルダーのこのやつがね。だからちょっと待てよ、これどうすっかな。ここね、すっきりしたやつつけたかったんですよね、もしつけるとすれば。で今こっちがね 2.4 アンペアのやつを今つけたんだけど、あ、2.4 アンペアだったらつくわ。ここがちょっと弱いのかもしれない。いくつなんだろう、普通に充電してみようか。これでスマホで充電とかできなかったら意味ないっていうものになっちゃうからね。それかちょっとこっちの、まあ、LED がついてたとしてもここが通電してない可能性もあるから、そしたら今度文句言わなきゃいけないじゃがめんどくさい。これでどうかな。あ、通電はしてるんだ。通電してますね。ってことは一応ここのアンペア数がもしかすると1アンペアぐらいしかないのかもしれないですね。1アンペア1アンペアで2アンペアぐらいあって、ちょっと常に後で確認しますけど、こっちのもともとついてたスマホホルダーのこっちのやつがね、あー捨てちゃったかな裏側捨てちゃったかもしれない。あ、後でちょっと調べるんですけど、これが何アンペアあったか分かんないからそれを調べて、それでまあちょっと今後の使い勝手を考えます。つけて、これいろいろなんか iPhone とかも全部ついてるやつなんだけど、まあタブレットはまあ充電できるね、当たり前だけど、まあ、ここのやつの 2.4 2アンペアぐらいのやつのサケットどう買ってくればいいかな。100均のやつどうだったかな。ちょっと100均のやつちょっと試してみますね。はい、これよく100均で売られてる100円のやつで、200円とかのやつもあるけど、これがね、1アンペア出すね1アンペアでした。でこれ入れますと、あ、明かりが嫌いでね。あ、つくじゃん。どういうこと？1アンペア。どうすっかな。本当はこっちで賄いたかったんだけどな。これがなんで繋がんない。ってことはここは1アンペア出ます。1アンペアで出ます。こっちも1アンペアで。モニターというか、あの充電できます、コイルの方ね。だけどこっちは1アンペア以下なんじゃないですかね、おそらく。うわー、マジかよ。あ、C と C の線持ってくるのかな。持ってきた。 C の方をまずこれつなぎます。で C と C でつなぎます。あ、うん、普通にこれは充電できますね。で、あとなんかこれケンウトのなんだ、イヤホン、これ調子いいです。これね、聞こえないとか言われなくなった、うん、結構ね言われてたんですよね、あーとか言って何みたいな。それがなくなりました。で、ここだけがなぜ繋がんないのかちょっとわかんないですね。この線がいけなかったのかもしれないけど、線じゃねえよな、なんだろうな、なんでこれ繋がんねえんだろう。それちょっと詳しい方ね、教えていただければ、ああ、そういうことだよっていうのがね分かれば僕の方も納得できるかなって感じです。これでこんな感じでしばらくやりますか、うん、ここもちょっとペコちゃんがね、ペ
猫ちゃんがこうなんか使ってたやつがこのつらいちぐらいのやつがあるんですよ。それをね買おうかな。その方がなんかすっきりしますよね。この刺し具合だよね。この刺した具合が、まあ、1足入れて、まあ、5足も入れたとしてもその当たることはないと。でこの辺は結構すっきりしたなっていう印象が強いですね。かなりつけましたと。で改良したと。まあ、電気系の詳しい方に、ね、あそんなもんかみたいな感じで言われるのはしょうがないんだけど、うん、まあ素人的な考えで一応ここまでとりあえずやってみましたということです。でこれはねいいかなって感じなんだけど、今まで例えばここになんかボールペンとかねこう置いといた、まあ、あるいはこうスマホをねこう置いといたとかっていう人には、まあ、不向きかもしれないですけど、一体感としてはねすごくいい感じ、なんかこうビルトインっていう感じしますね。本当にもう専用設計なんで、エブリーワゴンも多分使えるんじゃないですか。形多分一緒でしょ。あとクリッパーとかそういう OEM 系のやつも多分使えると思うんですよね。だからそれは結構いいんじゃないですかね。まあ、C2C があるのは結構今時って感じしますけどね。ってとこかな。ということで、今回もまたありがとうございました。あと何かあればね、言っていただければ、はい、お答えします。答えられる範囲で素人だからね、なんすね。ということでまた、今回もご視聴ありがとうございました。でですね、ちょっと補足なんですけど、すいません、なんか補足だらけで。ここのようにこの赤い方のプレート、これどっか使えないかなと思って、いろいろ探したら、ここがね、意外とこう、なんつうの、斜めになってるんですよね。斜めっていうか、こう台形っていうのかな。で、ここの、これちょっと台形っぽい感じって、ちょっと変な台形だけど、こっちが、白くするこの向き、こうじゃなくて、こっちにあの爪がある。にしてこっち側、まあ、右寄せにして使うの、右寄せにして使うとね結構これこの部分ないんだけど、ここの部分だけなんかちょっと物を置けたりします。これ入んない、それさすがに入んない。なんかいるのないかな。まあなんか適当に、まあスマホ置くないで、助手席の方のスマホ置くないということで、ありがとうございます。